タスクコマ。あのさ、うん、どうした？帰り道って本当にこの道で合ってるよね？なんかさっきからずっと外の景色が変わってないというか。いいからよそ見ばっかしてないで、ちゃんと前向いて運転しろよ。前からも見えんだよ景色は。それにしても期待外れだったな。いや相当怖かったけどね、真夜中のダム。あそこさ、結構有名な心霊スポットで、白い服を着た女の人の霊が出るっていう噂があるんだよ。まさか会いたかったとか？いや会いたいというか、タカちゃんの彼女にどうかなって。え、俺もう人間じゃなくて幽霊紹介されるくらいヤバいところまで来ちゃってるの？清楚系好きだろ。白い服着てたら清楚系ってわけではないよ。あと今日みたいに3人で出かけるとタカちゃんだけ運転手みたいでかわいそうだし。もう二度とお前とは遊ばない。のぞみ、さっきから黙りっぱなしだけど車酔いでもしたか？あ、もし何かあったら遠慮なく言ってください。こいつ人見知りだからまだ緊張してるのかも。できればバックミラーを見るたびに一瞬ドキッとしちゃうので、楽しくおしゃべりかなんかをしながらドライブできたらいいなと。あの運転手さん。違います。今何も感じてませんか？まあ強いて言うなら疎外感。もしかしてお前いつものあれじゃ。いつもの？こいつちょっと霊感があるんだよ。え、じゃあ絶対に心霊スポットとか行っちゃダメな人じゃん。でものぞみが行きたいって。何やってんだ。さっきのダムからずっと私の横にいるんです。それってまさか白い服を着た女の人の霊？タカちゃん、告れ。告るか。告り小坂。お前マジで一回ちょっと黙ってて。あののぞみさん、あなたの横、つまりは俺の後ろに誰かがいるってことですか？ええ、まあそれは具体的に革ジャンを着た小太りのおじさんが。ファンキー。ダブルデートじゃん。どこがだよ。多分その人が乗っているせいで森の中から抜け出せなくなっているんだと思います。あ、やっぱりそうですよね、ずっと同じ景色だもん。タカちゃん、ん？俺無事にこの森を抜け出せたらのぞみにプロポーズしようと思ってるんだ。やめて、死亡フラグ立てないで。とにかく今は何も知らないふりをしてください。いやもう全部知っちゃったし。幽霊は自分の存在に気づいてほしくて悪さをするんです。じゃあしりとりでもしようぜ。俺から時計回りで、まずはしりとりのリから。リス。スイカ。カメだからメダカ。カラス。ストーブ。豚だからタヌキ。キス。スライム。虫だからしずく。ねえファンキーなおじさん混ざってるよね。クラス。そしてお前は語尾にスばっかり持ってきやがって、この状況でのしりとりに勝とうとしてくるな。完全に仲間だと思われてます。ああもうマジでどうすればいいんだ。タカちゃん笑おう。え？幽霊ってさ、明るい雰囲気に弱いんだよ。だから思いっきり笑って車の中の空気を変えちゃえばいなくなるかも。いやでもそんなことしたって。いいから試してみようよ。アハハハアハハアハハドゥ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 。ほらのぞみさんも一緒に笑いましょうよ。助けてる。おいお前、そういえばのぞみさんとどこで知り合ったんだよ。心霊スポットだけど。のぞみさん白い服着てるし、幽霊が見えるっていうのも。白い服を着た女の人の霊が出るって噂があるのは今日行ったダム。俺たちが知り合ったのは他の心霊スポットだよ。いやどこで出る幽霊の噂も大体が白い服を着た女の人だから。そこまでバレたら仕方ないですね。私がファンキーなおじさんを連れて行きます。え待って、何この状況。てかお前、自分の彼女が消えちゃいそうなのに何ぼやっとしてんだよ。タカちゃんはさ、今日何をしようと思って家から出たの？はあ、今それどころじゃん。いいから答えて、何をしようと思って家から出たの？それはもちろんお前と遊ぶためにじゃない。あまりにも暇すぎて一人カラオケに行こうと思ってたんだ。あれ俺はなんでお前と。タカちゃんは俺が誰なのか知らないはずだよ。だから一度も名前を呼べなかった。怖い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 。嘘でしょ、まさかお前も幽霊？仲間って気分を味わってみたかったんだよ。友達のふりをしていて悪かったね。そしてありがとう、さよならタカちゃん。おいなんだこれ、俺は幽霊3人を乗せて車を運転してたのか。うわ戻ってきた。言い忘れてたんだけど、今日タカちゃんが本来行きたかった場所、カラオケボックスがこの道をまっすぐ行った先にあるよ。彼女ができなくてストレス溜まってるんでしょ。楽しんで。なんでわざわざ。でもまあ気持ちを落ち着かせるためにちょっとだけ寄っていくか。なんとなく今日はダムじゃなくてジョイサウンドにしよう。この物語の裏話や楽しいお話が盛りだくさんのドゥフラジオがサブチャンネルで公開中。その他のおすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。いいえタスクコマ。